東京から北へ150キロ栃木県の北部那須野ヶ原の西にそびえる山へ分け入ると塩原温泉にたどり着きます。古くから訪れる人々の心と体を癒してきた町塩原。塩原を愛するみんなの合言葉、塩原プラスラブで塩原ラブ、第233回、始まり始まり。皆さんこんにちは。こんにちは。パーソナリティの高一です。そして塩原高原大根のフロフキンです。フロフキンちゃん、こんにちは。こんにちは。いよいよお子さんたちは、待ちに待った夏休み、突入ですね。おめでとう。おめでたいんだね不思議です、ね、夏休みを目前に、どうやらなんか梅雨明けもしそうな感じになってきましたね、週間予報が少しずつこう晴れマークが見えてきたりっていうことで、さあね、この番組は収録の番組なので、また今日は梅雨明けをしていませんけれどもね、まもなく梅雨明けの発表があるのではないかなと。で、梅雨が明けたら楽しい夏ね、あちこちね出かけたりしていい思い出を作ってもらいたいですね、さあ今日もいろいろな話題をお話ししていきたいと思います。最初のコーナーは高一の塩原ノート。塩原に関することをあれこれと自由研究をして発表ということなんですが、今日は、今日の時点ではまだ研究には浅いんですけれど、ね、つい先日のこともありましたので、それに倣って発表したいと思います。今日の発表のテーマは関白粒子姉妹について。関白粒子姉妹って分かりますか？高一さんがやってるやつでしょ。そうなんですよね、で、塩原の関白流平家氏姉妹っていうことで塩原では呼んでいますけれども、宇都宮市でこのほど、関白流氏姉妹大集合という催しがありまして、へ、那須塩原市の郷土芸能の保存会連絡協議会っていうね、会があるんですけど、行きませんかという声をかけていただいたので、地元のね中塩原の獅子舞の先輩方と、4人で参加してきたんですけれども、本当はね、8つぐらい発表があったんで全部見たかったんですけど、どうしてもちょっと時間の関係で、4つの獅子舞とあと太鼓の演奏なんかを聞いてきたんです、で、この関白粒子姉妹、最初からね摂政関白の関白だって思ってたんですけれども、多分そういうねルーツなんでしょうけれども、栃木県の獅子舞は大きく分けて関白流っていうのとふばさみ流っていう2つに分かれるんだそうです。で、あれ、ふばさみっていうのはどこか地名で聞いたことがあるなと昔から思っていて、やっぱりその名の通り、日光市のふばさみっていうところ、今の日光市のふばさみっていうところが、そのルーツというか起源になっていて、そこから、派生していったもの、広がっていったものと言われているんですが、実際にはそのふばさみ流の本家本元っていうのはどうも定かでないらしいんです。一方関白流については宇都宮市、元の上河内町ですね、に関白という地区があるんですね。これはこの度初めて知ったことだったんですが、その関白地区で始まったもので、関白流獅子舞、まさに関白流の元祖っていうのがそこの発祥だということで、現存する栃木県内の獅子舞では、天下一関白紙獅子舞保存会ちょっと変ですね、天下一、天下一ですね、関白
神様の神、神獅子舞保存会というのがあるんですが、これがこの関白流の元祖ということで教えてもらいました。それも宇都宮の方にある。宇都宮ですね、はあはあ。どうやら江戸時代の1600年代後半にはすでにあったのではないかと。でこれが、ね、あちこちに広まっていったというふうに言われてまして、今回参加したところでは飯山獅子舞保存会とか上横倉獅子舞保存会などがあったんですけれども、江戸時代の天保9年1838年に、その関白の獅子舞が伝授されたっていう記録が残っているということで、その関白流のこうね広がっていった様子が分かるということなんです。でね、いろいろな舞を見せてもらったんですけれども、じゃあ塩原にはいつ頃入ってきたのかなということで、ちょっと調べてみたところ、このね塩原八幡宮のお祭りの時にもらった獅子舞のね、ご案内っていうのがあって見たら、1802年を最後に いろんな文書が残されてるよっていうことで、先ほどのあちこちに広がっていった1838年よりも古くに何か伝わっているという、うん、そういう記録があるということで、おやということになりました。うん、でね、いくつかの獅子舞を見たんですけれども、共通する部分、歌の部分では朝日さすとかっていう同じ言葉は使われているところはあったものの、その笛の音色の感じとか、うん、踊りの踊り方、舞の仕方とかがどうも私たちがやっている、塩原の獅子舞と合わないの。同じ関白流なのに、そう、共通点を探そうと思うんだけど、うん、全然なんか共通点が見つからないんです。うん、いやこれもしかして塩原の獅子舞ってその獅子のデザインとかも異なるし、衣装の感じも異なるし、ほう、その笛のね音色とかも異なるので、うん、これってどこか違うところから来てね、誰か違う人が広めたものなのかな、うんうん、でもその中で歴史上関白流っていう名前を名乗ったんじゃないかな、そんな風に考えさせられました。うん、ということで、うん、今回は関白流獅子舞について学んでは見たものの、逆に謎が深まってしまったという話になるんですが、さあじゃあね、私たちの関白流獅子舞、見てみたいなという人がいましたらということで、ちょっと宣伝をしてしまいます。はい、この後ですね、8月の7日ハンターマウンテン塩原のユリパークで、それから8月21日温根祭塩原小中学校で、うん、それから、9月に入って9月10日 だと思いますね、塩原八幡宮の例大祭、この時は、全て40何分バージョン、50分ぐらいのね、うん、バージョンでいきます。さらに9月25日には、身寄りの何でしたっけね、山のもの何でもござる祭り、10月の2日には塩原温泉コミュニティ祭り、うん、いやーすごい盛りだくさん、うん、今年もたくさんお呼びがかかっております。さあ塩原の関白流獅子舞どんなものかな、ぜひご覧いただきたいと思います。高一の塩原ノートは関白流獅子舞についてでした。知らなくてもいいけれど知っていたらちょっと嬉しい塩原の雑学マニア Q。 塩原に関するあんなことこんなことを三択のクイズにしてフロフキンちゃんに答えてもらっています。前回のクイズでね、見事夏休みをゲットということなんですけれどね、その夏休みを利用して、うん、またいろいろ塩原のことをねあちこち見てもらいたいなと思っています。今日の問題ですけれども、最近私朝早起きをしてちょっとね体を動かそうということでお散歩から始まって少し走ったりっていうことをしているんですけれども、うん、もう夏ですからね、
少し動くと熱くね汗をかいてきますので、飲み物欲しいなって思いますよね、うん、そんな時塩原には水が湧いていまして、これはもうこのお水をいただこうということで、まず一箇所が塩原八幡宮、うんね、ここは湧水というね水が湧いていますので、まずね神社に行って、健康で過ごせますようにというね手を合わせた後、そのお水をいただいて、うん、とっても冷たくて美味しいお水ですね、うん、でもう一箇所お水があるんです、鍾乳洞の玄山窟。ということで今日の問題は鍾乳洞の玄山窟のお水について、ね、八幡宮のお水は湧水と呼んでいるね、お水なんですけれども、鍾乳洞の玄山窟に湧く水にも名前が付けられています。この水の名前を今日は当ててもらいたいと、こちらです。鍾乳洞の玄山窟に湧く水の名前は何でしょうか。次の A から C の3つのうち選んでください。 A 長生きの水、 A 長生きの水、 B 縁結びの水、 B 縁結びの水、 C 福招きの水、 C 福招きの水。鍾乳洞の玄山窟はまだ行ったことがないって言ってたよね。そうなの、ね、じゃあこれはどうかな、うん、勘でぜひ当ててもらいたいと思います、皆さんもぜひ考えてみてください。続いてのコーナーは一枚の写真から。一枚の写真から塩原を見つめていきますということですが、うん、今日は若干趣味的な感じかもしれませんけど、早速見ていただきたいと思います。今日の写真はこちらです。んー、なんだこれは。これはキーホルダーです。なんかもうちょっとさ自然の景色とかさ、うん、ね、あの歴史的な何かとか出したいとこだよね。この間上三里塩原温泉口駅に用事があって行きました、うん、でそしたら、鉄道の駅の名前、うんうんうん、山鉄道の駅の名前を書いたキーホルダーを売っていますっていう張り紙を見つけたんです、うん、おーこれは欲しいと思いまして、うん、用事済んだ後に見つけたんで、うん、とととと戻ってすいませんキーホルダー売ってるんですかって聞いたんですね、うんうん、そしたらそうなんですよ、今まで缶バッジを販売してたんですけど、それがちょうど終わって今度キーホルダーになったんです、うん、いや欲しい、でもお金今日持ってない、お、ポケットに600円入ってるじゃないかということで、ね、1個540円なんですけど、おギリギリあじゃあこれで、うん、1個、ね、神見寄の、やつくださいっていう話をしたんですけど、野岩鉄道の駅はいくつかあるね、この間ちょっとクイズでも出てきましたけれども、うん、あるうち無人の駅が結構あるんですね、うん、切符は車内で 車掌さんから買ったりするんですけれども、この上三里塩原温泉口の駅では、この上三里の駅はもちろんその北側にある小鹿高原、ここは無人駅というより秘境駅ということで、うん、テレビにも紹介されたりするんですよね。一日乗降客が何人いるんだろうっていうような番組ありますよね、うん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 、それからその先に福島県に入って会津高原尾瀬口、ね、この3つの駅 の, キーホルダーを買うことができる。ですがお金がねどうしてもなかったので上三里だけ買ったんですけれど、うん、まあ、このね、鉄道の沿線の、まあ、沿線というかね各駅の元があって、ね、写真の中では那須塩原っていうね、うん、写真も出てますけれども、 JR 線とかはねちょっと前から販売とかしててね、那須塩原駅の売店に行くとこの那須塩原っていうねものが売ってて、隣の西那須の黒磯なんてね書いてあるんですよね。へー、
この野岩鉄道ですけれども、サンフロ付近ちゃん問題があります。ほうほう。開業何年だったかな。あれちょっと記念の年なんだよね、うん、何十周年って言ってたような気がするんだけど。そうなんです。今年開業30年、うん、30周年なんですね。でこれと合わせて、まあ、直接関係はないんですけれどね、来年の春、今年2016年ですから2017年の春にこの野岩鉄道に特急が走るという計画があるそうなんです。ほう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 。これはね、その南側、ね、浅草から鬼怒川温泉までは東武鉄道、ね、うん、でスペーシアって走ってますけれども、この鉄道がさらに北に伸びて、会津田島の駅まで特急が走るというような計画があるそうで、ね、それが あと半年、もうちょっと先か、ね、あでももうねすぐだ ね、うん、でね、新しいなんかね東武鉄道の500系っていう車両らしいんですけれどね、うん、さあどんな車両かなってすごく楽しみなんですよね、うん、まあ、それをねふとこの写真を見ていたら思い出しまして、新藤原というね駅、まあ、鬼怒川温泉の先会津田島までにいくつか駅がありますけれども、まあ、川地温泉か川地元には泊まるだろう、うん、その次湯西川温泉には泊まるだろう、うん、その次上見より塩原温泉口には泊まるだろうか、泊まってほしい、いや泊まるべきだというところですよね。あ、まだ決定じゃないの、うん、まあ、おそらく泊まるであろうというところまではありますけれども、うん、これはやはり地元の熱意を伝えないと、もしかしたら通過して田島まで行ってしまったらすごく残念な特急になってしまいます。うん、まあ、そんな、ね、こともありまして、塩原の皆さん、ね、浅草まで乗り換えなしで特急で行き来できるなんて素晴らしいじゃないですか、うんうん、そしてお客様もね、すごく、ね、便利、便利に来ていただけますよね、うん、ぜひこの新しい、ね、来年春の特急が上見より塩原温泉口の駅に止まるよう、まあ、何かね運動などが ありましたらね、皆さんもぜひ止めよう、止まってほしいというね声を合わせていきたいなと、そんな思いを込めて今日の一枚の写真から、上見より塩原温泉口の駅名をね、つけたキーホルダーご紹介をいたしました。マニアッ Q 答えの時間です。今日の問題は、夏とっても涼しいスポットですよね、うん、鍾乳洞の玄山窟。さあこの玄山窟に湧く水、何かのご利益があるそうですけれども、その水の名前を当ててください。 A 長生きの水、 B 縁結びの水、 C 福招きの水。フロフキンちゃん答えをどうぞ。うーん、願いを込めて、うん、A の長生きの水。 A の長生きの水、うん、正解です。長生きできるといいよね。 ねこの長生きの水一口飲めば1年なんてことは書いてないのでちょっと適当に言っちゃいましたね。長生きの水ということでね、まあ、アルカリ分を含んでねきっとね体にもとってもいいんだろうなという感じです。ただ飲みすぎは注意かもしれませんよね。そうだね、仙人みたいになっちゃったら、ね、そうだね、長生きしすぎちゃうからね、うん、永遠の17歳のフロフキンちゃんみたいな、あそれならいいよねでね、この玄山窟の方はそうですね、上と下、ね、に駐車場がありますけれども、下の駐車場って言ってわかるかな、まあ、旧道と言いますかね、うん、はいはいはい、温泉の中央、ね、温泉のメイン通りの方から車を止めて、行くと階段を登っていきます、うん、この階段なんかねすごくこう切りのいいというか111段の階段になってるんですが、108じゃないんだそうそう、煩悩階、うん、111段、うん、でね、ここのご主人いろいろとアイデアを、ね、出しまして、こう階段もただただ登るときついので、うん、こうさあ人生長い上り坂、
ね、101段を楽しんで登ってねということで、何段か登ると、今何段だよと、まだまだだと、頑張れもう少しだっていうような、ね、ことで、いきますので、なんとなくこの、ね、階段を人生に例えて登っていって、長生きの水を飲んでっていうね、ご利益が関連してるのかななんていうふうにね、思いましたけど、ね、玄山窟の中では、本当に涼しい時間を過ごせますしね、この長生きの水を飲んで、ますます元気に、ね、過ごしていただけたらなと思います。皆さん答えどうだったでしょう、当たりましたか。さて最後のコーナーです。せーの、ワクワク塩原温泉。イベント情報や見どころについてご紹介していきます。まずは、ハンターマウンテンのユリパークが開園しました。ね、梅雨明けするかななんていう話をオープニングでもしていましたが、今年はやはり他の花々と同様にユリも開花が早いそうです。梅雨明けをして、お天気が続いて、ね、お天気になったなと思ったら早速出かけてみるといい、というようなことで、もうフラワーリフトの下とかもだいぶ咲き始まっているということなので、ね、この後カッと照りつけるような時があったら、もうすぐに早咲きが、ピークになるでしょう、ということでした。お早めにどうぞ。さて今日はですね、まずこちらです。フロフキンちゃん持ってもらおうかな。はい、はい、さあこれは何ですか。ごま炊きのごま、ごまそうですね、一般に、私たちはなでぎと呼びますが、ごまぎとも言いますよね。うんうん、はい、ここはね、川崎大師厄除け不動尊の大祭が7月28日にあります。でこのなでぎ、ちょっと裏面後ろ側を見ますと、さお願い事を書いてお名前を書く欄があるんですね。うん、このなでぎ200円で、販売という形、なんか販売というと売り物みたいだね。うん、お授けをいたしまして、うん、ね、ここにお願い、例えば学業成就とか、うんうんうん、病気が治るようにってね、うん、なんだろう、病気平癒とかね、うん、それから家内安全とか、うん、まあ、もちろん合格祈願っていうのもねありますよね。うん、あと何かな、フロフキンちゃんお願い事って何、なんだろう、交通安全もそう、交通安全、うん、素晴らしい、ね、そういったお願いを書いて下にお名前を書くんですね。で、日渡りの行とかの前に、ごま法要ということで、藤山と呼ばれるね山の中腹で、こう火を焚きまして、うん、そこにこの木を、ね、お願いを書いた、なで木ごま木を投げ入れて、その役を、ね、お願い事を叶えてもらいましょうというようなことなんですね。うんうん、こちらは、塩原温泉観光協会、塩原物語館の方に置いておりまして、もしね当日行くことができない人にはね、こちらでお願いを書いていただいて、責任を持ってその場でね、お坊さんにお渡しして祈願をするということもできます。もちろん、書いて、ご自身でお持ちになる場合には持って行って実際に火に投じていただくということもできますので、大本山でも行わないこのね、ごま炊きの行なので、ぜひ見てもらいたいな、そんなふうに思います。うんうん、ね、川崎大師厄除け不動尊の大祭、40年の大祭ですね、7月28日いよいよです。そして最後はこちら、はい、お願いします。はい、始まりました、水と橋巡りスタンプラリー。うん、塩原温泉の水、橋、そして観光施設、ね、そういったところを巡ってスタンプを集めてくださいということで、20箇所に設置をしたうちから6箇所お好きなところを巡ってスタンプを集めていただきます。今年の景品教えましたっけ。うん、お箸なんです。へえ、ちょっとダジャレです。箸、ね、それも2000セットにしました今回。おりゃペアですね。うん、
いろいろね探していたら面白いお箸のセットがありまして、うん、ご飯丼用っていうお箸と、うん、ラーメン用っていうセット。違うの？うん、それとご飯丼用とそばうどん用っていうセット、うん、これはお箸の先がちょっと異なっていて、ラーメンとかはなんて言うんだろう、こう刻みが入ってる感じ。ああ、菜箸みたいになってんの？そんな感じかな。でうどんそばは、滑り止めみたいな感じの何かこう、うん、ザラザラっとした感じになっていて、まあ、どちらもこう取りやすいんでしょうね、うんうんうん、でちゃんとね上の方にご飯丼用ラーメン用ってね書かれていて、皆さんね見せたら、あーこれ欲しい、スタッフラリーに行くとスタッフが言ってしまったほど。それは楽しみね。7月16日から始まったんですが、もうねすごいペースで今年、スタンプラリーにご参加いただいて、うん、ま、ちょうどね3連休に重なったというのもあったとは思いますけれどもね、たくさんご用意してますが、3箇所追加発注になるぐらい、取り組んでいただけたら本当に嬉しいなと思っています、うん、水と橋めぐりスタンプラリーは8月の28日までということでね、まだまだ長い期間ですから、ね塩原の散策の楽しみの一つをして、取り組んでいただけたらなと思っています。さあ夏本番となりますね。どんな夏になるんでしょうかね。ね、なんか楽しみだね。ね、うん、猛暑かもね。うーん、暑いかな。まあでも夏は暑くて、うん、ね、やっぱり夏は暑い方がいいですからね、うん、ね、カラッとした天気の中で、まあ、元気に過ごしていきたいですね、はい、今日の番組は以上です。塩原プラスラブで塩バーラブ。